ウィンチェスター・カレッジは1382年に創設された最古の伝統を誇るイギリスの男子全寮制パブリックスクール。ハンプシャー州のウィンチェスターに位置する。1382年にウィカムのウィリアムによって創設され、オックスフォード大学のニューカレッジと連合した。パブリックスクールの主流となる教育システムを形成し、イートン・カレッジや他のパブリックスクールの基盤となった。 ウィンチェスター・カレッジは試験結果だけに着目せず、様々な知識を持った人材を育成することで有名である。教育は試験対策のカリキュラムではなく、学生の興味を引き出し、自ら進んで学ぶことを目標としている。これより卒業までに大抵の学生は学士レベルを超えた能力を引き出すことができている。最も名高い科目は、 ディブと呼ばれるもので毎日授業が行われている。教師は各々選んだ専門的なトピックを教えることができる。チャペル卒業生はどのようなトピックに関して討論することができ、並外れた幅広い学問の知識を得ている。その理由からウィンチェスターカレッジではた々異なる分野を学習することができ、イギリスや世界でも非常に有名で名高く知られている学校の一つである。 学校は全寮制で11の寮に分かれている。入学願書は8から9歳の時に、各々のの希望の寮まで提出する。これらの願書は寮長により、すべて管理されている。志願者は面接と2種類のテストを受ける。言語と数字をいかに理解しているかを測るもので、寮長により合否が決められる。入学の1年前に、 上記の試験を合格した志願者だけに再び入学試験が行われる。5年間の学費は20万ポンド、入学数は1学年約130名である。イギリスの中でも非常に高い金額と言える。またパブリックスクールの中で唯一この独自の入学試験システムにて審査をしている。チャペルのステンドグラス回廊カテゴリー、ウィンチェスターカレッジ出身の人物も 三照戦争記念施設の回廊、ありがとうございます。